バーチャル株主総会の実務。2019年6月に米国のゼネラルモーターズ社はバーチャルオンリー型の株主総会を実施しました。株主総会の参加者の増加を狙ったのがきっかけで、前年比で4倍近い参加者となりました。2009年頃から実施されるようになったバーチャル株主総会は年々普及し、米国では2019年時点で300社以上の実施実績があります。コロナ禍の影響でこの数は増加する傾向になると予想できます。経産省の資料では、バーチャル株主総会は3種類に分類されます。まずは議決権の認められないハイブリッド型での実施が推奨されています。バーチャルオンリー型は日本では現在の会社法に基づくと、開催場所、議決権その他でまだ解釈が分かれるところのようです。四角い頭を丸く収める。現場からは以上です。